日本って貧しくなってるなって感じます。徐々になんかじわじわ聞いてきてる感は。なるほど。月々どんくらい給料ってもらってます。 Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Yo-Yo Japan. So today, I'm out on the streets of Tokyo asking Japanese people whether they feel poor in 2024. So let's find outAnd I'm currently running a tour guide service in Tokyo. So if you're interested in seeing a side of Japan, that's how to find on your own. Please check the link in the description below or in my Instagram bio. Okay, let's go. 職業って何ですか？自分職業はまあ広告系ですね。広告系、はい。僕も広告のインターネット広告の営業です。なるほど。今何年目ですか？ちなみに。自分は6年目になります。6年目。はい、3年目です。3年目。ちなみに給料とかってお伺いしていいですか？給料はそうですね。自分500ちょっと強ぐらいですね。500強。月額で言うと、まあ40ぐらい。どんくらいですか？月額で35万前後ぐらいですか、ね。35万前後。今の現状の給料に満足してます？いや、全然してないですね。してないですか？してないですね。満足。してます。全くしないですね。全くしないです。ちなみに、こんぐらいあったら満足できる生活できるなとかってあります？まあ、一個の大台として、まあ、1000万は目指さないとなってるところですね、まずは。月100万は普通に手取りで欲しいですね。そしたら、どうなんですかね。まあ、そこからまた上欲しくなるかもしれないですけど、満足できそうかな、みたいな。家賃とかちなみにもおいくらですか？家賃9万ですね。9万円。はい。8万ぐらい、ね、8万円、はい、結構円安どんどん円が下がっ、はい、価値が下がっちゃってると思うんですけど、なんかそれを感じる瞬間とかなんかあります？上野とか結構海外のインバウンドの方々来るとこ行ったりすると、やっぱり食事の料金とかはやっぱ高いなと思いますよね。あ、まあ、そうですね。さっきも渋谷とか行きましたけど、外国人の方めっちゃ多いですし、まあ、あとはシンプルにもう物価が上がってるなっていう感じですよね、うん。そこの外国人の方が結構積極的に来られてるっていうことに関してはどう感じてます？いや、そこに関して言うと、まあ、自分もちょっと飲食店の方々とこう仕事やったりしたこともあるんですけど、まあ、そこに関しては多分インバウンドの方々が来てお金を落としてくれてるのもあるんでいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、反面そのやっぱりこの食事の仕方とか結構そういったところマナーとかっていうところだったりに関しては結構ちょっと日本人が嫌がるところはあるのかなとは思ったりします。例えばどういう食事のマナーとかですか？まあ、国によってなんですけど、残した方が美味しいという認識の国もあったりだとか、あとまあそのチキンとか食べた後にその国によるんですけど、テーブルの上にそのまま吐き捨てる文化とかもあったりするんで、そういったところで結構渋谷の飲食店様とか困ってる方々もいらっしゃいました。その文化の違いとかで。ああ、なるほど。まあ、僕はシンプルに何でしょう、英語好きなんで、なんか外国人の方来てくれるのがコミュニケーション取ってみたいなと思いますし、であとそうですね、言われた通りお金を落としてくれたりとか、経済活性化のために必要なことだと思うんで、その今円安ってことで不況の中の日本では大事なことかなって思いますね。ちなみに円安自体についてはなんかどう考えてます？いや、もうなんか深く正直考えられてないっていうのがあるんですけど、はい、まあでももう、まあ、結構きつくなって徐々になんかじわじわボディーブローのようにじわじわ効いてきてる感はやっぱありますよね。どうしてもこの間もコンビニ行った時とかになんかコーラ買おうと思ったら170円みたいな、そんなするんだと思って、前なんかそれこそ150円でもちょっとあれ、ね、値上がったみたいな気持ちあったんですけど、出稼ぎに行く人とか多いとか聞くし、まだそれを聞いたところで、まあ僕行く勇気もないしみたいなもありますし、でしかも自分一人の力じゃ、まあ国内で年収上げるとかいうことしか、まあ、できないっていうのもあるから、なんか難しい問題ですよね。ちなみに出稼ぎ行ってる人って本当におっしゃられた通り多いと思うんですけど、それについてはなんかどう思います？いや、もうそれに関しては本当行動力がすごいなっていう、まさに多分現状それ動き出せないのが多分日本人の特徴だと思うんで、うん、結局出稼ぎ行って、まあ、ニュースとかになってましたけど寿司屋で2000万みたいな、はいはい、アメリカとかのところ寿司屋で2000万とかっていうの聞くんで、今要は海外に出稼ぎに行くのが今要はちょっとだけブルーオーシャンじゃないですか、まだ、はいはい、だからそれはすごい賢いなと思いますね。それは先ほどなんか勇気出ないとおっしゃってたと思うんですけど、なんかまあ将来的には行ってみたいっていう気持ちはあるんですか？あります。働くとしてはどの国で働きたいなとかあります？もうただただ憧れだけなんですけど、オーストラリアとか、まあ、カナダとか、なんかヨーロッパ圏とかアメリカとか、なんですか、普通に憧れで行ってみたいなっていうのはありますね。ありがとうございます。お時間いただいてありがとうございました。年齢とご職業ってお伺いしていいですか？はい、25歳、花屋とちょっとモデルみたいなのやってます。ちなみに給料って全部合わせたらおいくらぐらいですか？給料35ぐらい。ちなみに今の給料とかって満足されてます？満足してない。してないですか？今住まいって東京ですか？東京、一応東京で満足する暮らしをするには、例えば月々どんくらいもらえたらできるなとかあります？今でもできるけど、うーん、もう少し欲しいなって思っちゃいます。家賃とかってちなみにどんくらいですか今？6万3000とか。あ、6万3000、うん、なるほど、はい、東京の割には結構安い方というか。そうですね。なんか日本って貧しくなってるなって感じます？そうですね、なんか物とかが高くなってきてるなって思います。はい、日常生活でなんだろう影響とかってなんかあります？あ、
卵高い。卵とか水とか。どんくらい上がりました値段って。今ってどんくらいですか卵とか。え、卵200円ちょっとぐらいします。でも前は100、150とかもっと100、はい、安かったです。まあ、日本の経済がまあ結構低迷してて、その影響の理由の一つとして出生率が下がってるみたいなのあるんですけど、なんでなんか今の日本人って結婚したい人が少なくなってるなって思います。まあ多分給料とかも低いから十分に子育てできないとかもあると思うし、東京って多分いろんなことができるんで、子供よりまず自分の人生とかを考えてるっていうのもあるんじゃないかなって思います、うん、ちなみに将来的には結婚とかって考えてます？将来的には、まあ、いい人がいればしたいですけど、結婚願望はないですね今のところ。今のところない、はい、それはなんでないんですか？自分のやりたいことがなんか達成できないんだったらしなくてもいいかなって思います、うん、周りの女性とかもなんか同じ考えの人って多いですか？そうですね、結婚したい人あんまりいないかもですよ私の周りには、はい、し子供いらないとかも全然多いですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お仕事って何されてます？仕事のフィットネス系の会社を今自分でやってて、はい、会社経営されてると。はい、今何年目ぐらいですか？今年で2期目ですね。2期目、はい、ちなみに月々どんくらい給料ってもらってます？はい、まあ、一応役員報酬みたいな感じで1回決めたら1年間変わんないですけど、うん、あと個人で収入もあったりするんで、トータル、まあ、平均80ぐらいかな多分、うん、ちなみに年商とかってどんくらいですか？会社の年商、はい、会社の年商まで2期目なんで2,000〜3,000万ぐらいですかね。日本ってなんか貧しくなってると思うんですけど、なんかそういうのを実感する時とかってありますご自身で？そうですね、なんかニュースたまに見たりすると、はい、そのね、インタビューとかされてて、正社員の方とか結構その節約してる人とかね、すごい増えたなとも思うし、あとそのコンビニが高いとかファーストフード高いとか、そういうの結構ね聞いたりしてると、あまり、うん、そういうの気にして多分普段僕とか生活してないんで、あんまり体感はないけど、やっぱそういうの耳にするとやっぱね、ちょっと日本人苦しいんかなみたいな感じなのはすごい感じます。例えば東京だとどのくらいのお金があれば、まあ、最低限、月で生活できるかなと思います？日本人だと、まあ、この辺だと、まあ、30最低ないときついんじゃないですかね多分。今って結構なんか海外に出稼ぎに行って日本の若者も結構増えてると思うんですよ、うん、それに対してどう思います？あ、それすごいいいと思ってて、まあ、オーストラリアとかも結構行く人、ね、はい、多くて、あのバイトしてても多分こっちより全然時給高い、正社員の人よりも多分稼いでるから、数あってるのが多分自由だと思うし、だすごいそういうね、アクティブに海外行って稼ぐ、あの知見広げるとかっていうのはすごい、あの今の時代に合ってるし、すごい、あのいいなって僕も思ってます、はい、ちなみに海外の人が逆に円安で今結構日本に観光に来られてる方が多くなってる、増えてってるっていうことについてはどう思ってますか？まあ、それもまあ良くも悪くもあると思うんですけど、まあ悪いところはやっぱり日本のサービスが安いから来るっていうのが結構多分それが理由で来る人が多くなってると思うし、だから日本のサービスとかその質っていうのは結構多分軽視されがちになってるんじゃないかなって個人的にすごい感じてるんで、そこは多分悪いところで、なんかいいところはやっぱりその日本、海外の人が日本のその文化カルチャーにすごい、あのコロナ以降余計関心が強くなってるなってすごい感じてるんで、そこはすごいいいことだなって、はい、思ってます。日本のサービスの軽視っていうのは、例えばその、ね、安い日本のサービスがいいから来てるってわけではなくて、安いから来てるっていう、そこのなんか重要度が下がってるみたいなイメージですか？ そこの方がなんか最近印象強いなと思ってて、昔は多分日本のサービスが高くても質がいいから来るっていう海外の人多かったと思うんですけど、今もそういう人はいるけど、どっちかっていうとやっぱり安いから来るっていう、ちょっと前のタイっぽいような感じに見られてる、安くてうまい、安くていいサービスが受けられるから来るっていう、そういう国になってんじゃないかなっていう印象、はい、最後なんですけど、円安について今ご自身どう思ってます？あんま影響されてないと思うんですけど、ご自身については。でも国全体とか日本全体として見た時にどう思います？まあ、良くないことだとストレートにすごい思うし、そこを変えていくのが、まあ、こうやって会社やってる人とか、うん、そうの人のなんか一つ役目でもあるのかなって思ってるんで、あのもうちょっと、まあ、僕もそうなんですけど、まだまだなんですけど、はい、日本人もうちょっと勇気持って、あの自分で何かするっていうのを、はい、あのまあ、若い人からあの積極的にやっていくっていう動きがこれからもっと必要になってくるかなと思ってます、うん、ぜひ日本の未来を明るくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。Thanks for watching up until now. Let me know your opinions on this topic. Anyway, I hope you appreciated this video. And if you did, please subscribe to my channel and don't forget to like this video. Okay, see you next time.